これはですね、ルノーのトラックでございます。ルノーのバス。これに関してはちょっと詳しいことがわからないので、この顔に見覚えのある方ね、は、教えてくださればありがたいんですけども、これ500円のね、リユースというところで売ってたんですけども、よいしょ、袋からこう開けてるから、まだほとんど未使用の状態ですね。で、ここに、こうやってバーコードから見に行ったら、これ日本のもんじゃないね。海外の、ところで元は買われたんじゃないかなと思います。だから日本で売ってるもんじゃないですね、これね。では、こういう珍しいのが、東北多摩リサイクルショップ行くと、ある場合があるんだよね。まあ、リサイクルショップでこういうの、売るなって話なんだけど、もったいねえからね。てけど、リサイクルショップに何も知らない人が売っちゃうんだよね、こういうのね。もったいねえなって話なんだけど、まあ、こういう、バスですね。で、これが、ルノーの、ルノーっていうのはあるな、軽いとこがルノーの家紋が入ってるから、ルノーっていうのがあるんですが、まあ、特徴的な顔のあるバスですね。で、これで後ろの方が、こういう風になっていて、まあ、なかなかこう、絵柄も海外のバスらしくて、海外のね、なんかわかんない、こう、広告が入っていて、まあ、パッと見た感じ、中国かなんかで活躍する車なのかなとも、まあ、思えるんですが、まあ、なかなか面白そうな感じですね。で、この中にカラカラ音が鳴ってるんで、この中に多分ミラーかなんかが入ってるんじゃないかなというふうに思えるんですけども、まあ、87分の1スケール、1分の87スケールか、ですので、まあ、トミカよりちょっとちっちゃかいかなという感じですが、まあ、だいたいサイズ的にトミカを並べるとちょうどいい大きさぐらいにはなるんじゃないかなと思うんですけども、なかなかね、こう凝った、バスがあるかなと思います。作りも良くてね、これで500円で売ってるんですから安いと思いますよ。本来こういうものってね、高いと思いますから、まあ、これで500円ってのは破格の安さだなというふうに思います。で、なかなかのこう、バスの良さで、で、こういうふうになっていて、これがなかなか内装もしっかりとしていていいですね。多分これ中国あたりかなんかでね、多分売ってたんじゃないかな、お土産とかなんかおもちゃ屋とかそういうところで売ってたんじゃないかなと思うんですけども、まあ日本ではあんまり正式的に入ってきてないから、まあ海外製のもので、まあこういうのをね、なかなか珍しいと思うので、まあ面白いなと言った感じではございますけどね。なかなかこういったバスもね、非常にこう作りがいいなというかね、面白いなって感じでございます。どうもありがとうございました。